会と苦労しろと言い、高原無知さをさらけ出すだけでしょう。朝鮮人民軍と人民は、対決分子らの悪辣な策動を粉砕し、北と南の関係改善と、朝鮮半島の平和と安定の保障のため、引き続き最善を尽くしていくでしょう。ただいままで、2月23日に発表された、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会検閲団の真相公開状、平壌号事件に次ぐ四辺島砲撃挑発の黒幕を暴くの基本内容を5回にわたってお送りしました。こちらは朝鮮の声放送です。リスナーの皆さん、以上をもちまして朝鮮民主主義人民共和国からお送りする朝鮮の声放送を終わります。時間別の周波数は次の通りです。平壌時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは周波数 7580kHz、9650kHz、621kHz。 16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは周波数 6070kHz、 7580kHz、 9650kHz、 621kHz でお送りします。では皆さん、次の放送時間までごきげんよう。こちらは平壌です。